中年オタッキーです。今日ねちょっと非常に寒くなっておりまして、一応エンジン止めて撮影するんでね、エンジンの音が入るんで、ちょっと服が変わりましたけど、以前もなんか1回2回着てますけど、でね、とうとうね緊急事態宣言が出てしまいました。っていうかね、ちょっと遅いような気もせんでもないんですけども、感染者えらいことになってますね。ライブかなんかでね、その緊急事態宣言下でどんなものを撮るかとか、そういうことも話していこうとは思っております。で、今日は、はい、前回ねニコン F2 で、カラーネガで撮ったよっていう話しましたけど、今日はね、こいつと比較していきますね。ちょっと前にねこのキャノン F1 で、カラーネガで撮ったと、同じフィルム、同じ露出、同じ被写体、同じ構図、まあ構図はちょっと微妙にずれますけど、三脚使ってないんで、で撮影して比べたらどうなるかっていう、まあ前もって言いますけど、カラーネガなんで、ポジではないので色の差はそこまで出ないです。出ないですけどもね、割と出ました。割とね、こんな差が出るのっていうぐらい、出ましたので、まあ作例をね、交えながら紹介してまいります。それでは動画スタートしていきます。はい、今回のね、カメラなんですけども、このイニシエのフラッグシップ機、キャノンとニコン、キャノンはねこの一眼レフのフラッグシップ機としては初になるというかね、キャノン QF は、まあ QF はこれ後期型ですけど、で、こちらはニコン F2 ですね。ニコン F2 はもうあの、ニコン F の後継機ということでね、キャノンの F1 が出てすぐにニコン F2 が出てるんですよね。で、キャノンはそのニコン F を凌駕するために開発された部分が結構大きくて、ニコン F はシャッタースピードが1000分の1までなのが、キャノンは、シャッタースピード2000分の1まで使えたり、サーボ EE ファインダーとかいろんな、モータードライブとかね、いろんなオプションを、満載して出てきたんですけども、ニコンは多分その情報も掴んでたんでしょ、遠くの昔にね。で、F1、キャノン F1 が出て直後に、このニコン F2 が出てきて、やはり、シャッター速度は最高速度で2000分の1。で、やはり同じようにね、様々な、アクセサリーとかね、モータードライブとかを出してきてるんですね。で、どちらも非常に良いカメラで、魅力的なカメラです。で、今回使用したこのニコン F2 は、僕はジャンクで購入して、シャッター速度だけ自分で調整したものですね。で、こちら。キャノン F1 はね、あまりにもそのシャッター速度が狂いすぎてたんで、オーバーホールに出しました。で、高速シャッターまで、F1 はかなり正確に出ています。で、F2 の方は自分で調整したんで、500分の1までは正確に出ています。1000分の1、2000分の1はちょっと遅いです。2000分の1はちょっと結構しんどい。1700分の1ぐらいまでしか出ないような状態。これもオーバーホールしなきゃいけないんですけど、先立つもんがないんでね、ぜひオーバーホールしたいんですけどね。カラーネガということで、今回使用したフィルムがこれですね。この富士フィルムのね C200 ってやつですね。もうこれ最近ちょっと入手困難になってるみたいなんですけども、去年ね、B&H フォトでいっぺんにまとめ買いしたんで、ね、3ドル99セントでまとめ買いした。安かったです。まとめで買いしてよく、結局20本買ったんですよね。送料が1500円ぐらいかかりますけども、9500円で20本だから1本あたり、470円ぐらいかな。買わせて数量も入れたら500円弱ぐらいになってくる。かなりね、36枚撮りのカラネガとしては安く買いましたけど、ね。で、発色傾向としては、普通のカラネガよりはかなり彩度が高め、鮮やかな、写真が撮れるフィルムになっております。で、この、フィルムを共に詰めてね、写真、同じ被写体を撮ってきたんですけどもね。今回の作例はね、結構機質の写真ばっかりになるんで面白くないかもしれませんが、とりあえず作例の方を見ていただきますね。ではね、作例の方をね、比較していきますけど、1枚目がね、このキャノン F1 プラス FD50mm F1.4 銀枠ってやつですね。
で赤とか緑の発色をね比べていただきたいと思いますけど、ニコンの方がね若干トーンがね暗いような気がしますね。この2枚目の写真もそうですが、ハイライトの部分はねあんま変わんないんですけどね、シャドウの部分がちょっと沈んでいるように見えます。でこの写真はねほぼハイライトばかり、なので多分これ差が出ないんじゃないかな。うん、ニコンの方でもちょっと色が濃いな、青の色が濃いような気がするぞ。でこの赤の発色ですね、これキャノンの FD50mm、でこれニコンですね、ニコンの方が赤が鮮やかに出ているような気がしますね。でこの写真、ハイライトシャドウがはっきりした写真ですけども、こちらもやはりこれもなんか引っ張られて後ろも紅葉までちょっとサイドが落ちてるような感じになります。でこのカラーネガで撮ってここまで差が出たかと、いう感じなんですけど、僕はシャッター露出が違うんじゃないのっていう話ですけどね、ともにね、シャッタースピード500分の1、絞りは8で撮ってますね。ほとんどね明るいところで撮ってるんでね、ほとんど同じシャッタースピードと絞りで撮ってます。少なくともシャッタースピードの誤差はほぼないです。計測しております。でね、じゃあレンズの絞りの差なのかとか考えるんですけども、まあキヤノンとニコンのレンズで例えば F8 のその明るさが変わるかとか、そこまではちょっとわからないんですけども、シャドウ部分のトーンがちょっと暗い、ニコンの方が暗いのが気になったのと、でハイライト部分は。ニコンのねこの 50mm の、オートエースですね、の方が鮮やかに出ているような気がしますが、どうでしょう。僕はちょっとねまあ結構強めの色盲ということで、あんまり、まあ、色一応見えてるんですけど、赤とか緑とかわかるんですけど、他の人に比べたら色の様子ね、その判断能力がやや低めということなんですよ。で、まあどうかな、僕が色の判定をするのはどうかなと思って、ある程度はね、視聴者の皆様に任せますが、まあカラーネガで撮る限りは、まあこんな感じになっていくのかなと思いますね。ハイライトの部分の彩度が高い、ニコンを選ぶのか、シャドウの部分も比較的安定したキャノンを選ぶのかという形になるのかな。本当はね、リバーサルフィルムでね、撮影した方がもちろんいいんですよ。リバーサルフィルムはもう色がそのまま出るんでね、カラーネガはそのフィルム自体に、色のは乗っからないんで、後から光の三原則を加えて、補正が入りますから、ただ補正が入ってもね、やっぱここまで、差が大きい。特にね、その、ハイライト部分のサイドがニコンが高くて、シャドウ部分のトーンが暗い、という傾向は全部の写真で似たような感じになってくると思うんで、こういう傾向の写真になっていくんだと思います。結構ね、今回、完全にね、同じ条件で、フィルムで撮影して比較して、結構面白いことになっていきましたね。で、前回キャノンのレンズだけで、画像を比較しましたけど、今回これにニコンを加えていきますね。それではね、前回のこれ継ぎ足しになるんで、FL50mm の初代からね、もういっちゃうんですけどね、すんません、適当で。キャノンの方はね、ほとんど差が感じられないことが多いですね。で、ここはニュー FD、ここからニコンになりますが、はい、これオートのニコン名の方ですね。で、こちらが、日本光学なんですけども、違いどうですかね、ちょっとわかりにくいかな。よっと。わかんないなぁ。ほとんどわかんないな。この写真ではちょっとわからないですね。まあ、ぶっちゃけた話ね、そのレンズでずっと撮っていたら多分ね、ずっと満足して写真撮れる。そういうレベルだと思います。こうやってね、わざわざ比較するとね、ちょっと差があるようには見えますけどね。で、そのレンズのね、個体差とかも、
あるぐらいですし、これはもう一概に言えません。まあこのね、ニッコールオート S の銀枠が全部同じ発色をするかといったらそういうわけでもないですし、もちろんコンディションとかでも差が出てきますし、まあその一概には言えないんですけども、今回のテスト結果ではシャドウ部はキャノンが良し、ハイライト部はニコンが良しのような気がします。全体的な雰囲気としてはどっちが好みになるかですよね。まあこれはリバーサルで撮ってみたい。まあ、前回のね、動画のコメントで、リバーサルで撮らないとあまり意味がないっていうね、コメントありました。前回の動画でも僕言いましたけど、確かにそうなんですよ。意味があんまりないんですけど、補正が入るんでね。ただ予算がない。予算がないんですよね。もう重大な問題で。ね、今日YouTube で E6 現像のね、自家現像をね、やってるので、ちょっと見てたんですけど、やっぱり僕のレベルでは無理ですね。38度プラスマイナス 0.3 度で現像なんか、絶対無理ですよ、そんなもん。絶対誤差が出ますよ。それも水線までその温度にしなきゃならないっていうことで、もう無理と思って、リバーサルはやっぱ現像に出そうと思って。で、現像出したら1本現像代1500円ぐらい取られますから、フィルム代と合わせて1本3000円ぐらいになるんですね。で、そのカメラ比較に6000円をかけるっていう財源は僕の動画にはないです。申し訳ありません。でね、デジタルでね、やってもいいんですけどね、F マウントのマウントアダプターを持っておりませんし、これ次の展開がちょっと見えないかな。ただ、前回の動画のコメントでたくさん、いただきました。そのキャノンはね、50mm1.4SSC に色味を全部合わせてあるらしいですね。その SSC 以降のレンズはね。で、ニコンはそれがバラバラということで、レンズを交換すると色味が変わってしまう。ということで、そのグラビア撮影とかをやってる人にキャノンが人気が出たという情報をいただきました。僕そこまで全然知らなかったんで、ただね、カラーはキャノン、モノクロはニコンっていう話しか知らなかったんでね、そこまで詳しい話をしていただけて、嬉しく思っておりますが、残念ながらね、その色味を比較するほどニコンのレンズ持ってないんですよ。まあ、持ってるこの時代のレンズって言ったら、135mm と、135mm のね、2.8 と 3.5、あと 28mm の F、なんだっけ、2.8 だったっけ、4386ね、オート4386。ほんで、この、50mm の 1.4 のニコン名と日本光学名。あと、50mm の、F2 ですか。F2 の日本光学。このぐらいなんですよね。まあ、これで取り比べてもいいっちゃいいんですけど、カラーフィルムをまたもう一本消費してしまうことになりますし、結構ね、もう在庫が厳しくなってきてます。カラーネガフィルムのね。まあ、コダックまで入れればまだまあまあはあるんですけども、で、とにかく、流通がなくなってきているのでね、カラーネガの流通が激減して、入手がかなり難しくなってきているので、私もちょっと対応に苦慮しているというところではありますね。B&H フォトの方でね、在庫が入ったら連絡くれみたいな感じで登録してるんですけども、まだだよっていうメールばっかり毎回来て、在庫が入りませんね。カラーネガね、どんどんね、販売が終わっていってるような状況で、これからはもう、リバーサルもね、ベルビアの50の方はね、もう、バックオーダーになってるんですね。50のリバーサル、実際、ベルビアの50、もうこの半年ぐらいベルビアの50見てないですね、お店で。東京とかはまだ売ってるかもしれませんけど、地方ではちょっと厳しいんじゃないかな。ベルビア50入手できなくなってるんじゃないかな。この間は、ベルビア100が1本置いてあったんで買ってきたんですけどもね。ちょっとあるうちに買っとかなきゃみたいな感じのノリになってきておりますが。まあ今回、カラーネガでね、試した限りでは、まあまあの差が出ました。まあどちらが優れているというよりは、どちらが好みかという風な感じで選んだらいいと思います。まあ、ぶっちゃけた話どっちでもいいと思います。もう、特にね、
パソコンに取り込んでやる人とかはね、あの色補正とかもできてしまいますし、まあスマホでもできないことはないんですけど、ね、で、まあそこまでね、こだわらない、レンズにこだわる、カメラにこだわる必要はないかもしれませんがね、まああくまで参考までにということになりますかね、今回のテストはね。はい、今回の取り比べ、ここまでとなります。でここからは、視聴者様の作品とこのコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日のトップバッターはケイジロウさんですね。タイトルがね、朝日より早くということで、ね、カメラはニコン FM、レンズニコンのニッコール HO と、85mm の F1.8 ということですね。フィルムがロモグラフィーのカラーネガティブ100ということです。空の色が綺麗に出ていたので投稿しますということなんですけども、このね作品なんですけどもね、このマゼンダがかったね、これ夕日か朝日かちょっとどっちかわかんないですけど、あ、朝日かタイトル朝日だったな。朝日のね写真なんですけどもね、まあ、で若干ねそのコダックっぽい色に感じないこともないんですけど、これロモグラフィーなんですね。ロモグラフィーは、コダックの OEM を使ってるという情報もまあないことはないんですけど、どうなんでしょう。いい色で出てると思います。特にあの前の車のに光る、反射の光がこれ結構いい感じで出ておりますね。はい、ケイジローさんありがとうございます。次がね、長州薩摩さんで1枚ですね。中年おたきさん明けましておめでとうございます。前回デジタルで撮影した、市ヶ谷見附付近の風景をフィルムでも撮影していました。アドバイスいただいた中央線寄りで撮影したのでしつこく投稿させていただきくださいということで、タイトルは外堀と中央線、カメラニコン FE、レンズがズームニコール 4386F3.5 ですね。フィルムがスペリアプレミアム400富士ですね。で写真なんですけどもね、やっぱこれかなりいい感じで写っておりますね。これね、多分ねほぼ同じ場所でちょっと中央線寄りで撮られておるんだと思いますけども、前回の写真とちょっと比較してみましょうか。前回1枚目はねデジタルで、レンズが1855だったのかな、1835だ、1835でね、でこの次のフィルム写真なんですけども、この2枚の差はね構図とかもあるんですけどもね、断然フィルムの方がエモいですよね。これレンズの差ももちろんあると思います。4386というねオールドレンズで、まあ逆光で撮ってねフレアが広がってるということで、そのニコンDF で撮った方はね、まあ、あまりにもねその綺麗すぎるというんですか、まあ、これはこれで綺麗でいいんですけども、2枚目のねその、フィルム写真の方がエモくなってますね。で僕的には構図はねこれトリミングしてもいいんじゃないかな、こんな感じでどうでしょう。僕的にはこのぐらいにトリミングしてもいいような気がしますね。解像度的にはね4386なんで若干不足して気はしますけど、まあまあいいんじゃないかなと思いますね。はい、長州薩摩さんありがとうございます。次はこれ初投稿ですね。三島レッドさんでいいのかなこれ。中年の時代初めまして、いつも寝る前に楽しく動画を拝見させていただいております。最近カメラに興味を持ったのですが、お金がないので中古でも素晴らしい写真が撮れるフィルムカメラを始めた高校生です。こちらに一番の思い出に残っている初撮り写真を投稿させていただきますということで、カメラはオリンパス OM10、 レンズ随行 50mmF1.4、 フィルムが富士フィルムスペリアプレミアム400ということですね。1枚目のタイトルは一輪の観覧車、2枚目が冬のぬくもりということなんですけども、これ写真2枚ともにそうなんですけど、これね OM10 で撮ったらやっぱちょっと柔らかい調子で撮れるような気がしますね。なんでだろうなこれ。ピントの精度が甘いのかなと思ったらね、別に全体的に柔らかいんですよね。これも不思議ですね。柔らかい系統のね雰囲気のある写真が、好きな方はね OM10 撮ることをお勧めしてできますね。で2枚目の方なんですけどもね、これ何の植物かはわからないんですけども、光が溢れる中にね非常にいい雰囲気で撮られております。光の中にねそのシャドウ部分のねあの被写体が出てるんですけども、まあカラーネガのね
ラチチュードの広さでね、非常にカバーできてるいい感じの写真だと思います。高校生ですか、高校生ということでね、今後の展開が楽しみでございます。またね、良いの撮れましたらバンバン投稿してくださいね。高校生ですね。うん。まあ、そんなわけで次行きますね。三島レッドさんかな、ありがとうございます。次はケンちゃんさんから2枚ですね。作品投稿です。万博公園にて、カメラマミヤ645プロ。レンズが C セコール130、いや違う、150mmF3.5、プロビア 100F が1枚目。2枚目が、レンズカメラ同じでベルビア50になりますね。これ写真なんですけども、1枚目はね、もう解像度バッチリのね、美しい花になっておりますね。プロビア 100F ということで、プロビアはね、青の発色がすごく綺麗なんで、これね、素晴らしい色になっております。で、2枚目が注目なんですけどもね、これベルビア50で撮影しておられるんですけども、ちょっと前ピンなんですよね。まあちょっとだけ前ピンなんですけども、これ油絵感がすごいですね。なんかちょっと油絵みたいな仕上がりになっております。まあディテールがね、あの中盤カメラということでディテール重視の、写真と思いきやね、このね、ややアウトフォーカスにして油絵感を出すっていうのもありなんだな。これベルビアだからかな。色的にもいい色が出ておりますんでね。はい、ケンちゃんさんありがとうございます。ここまでかな。1,2,3,4。あ、もう一人だ。佐賀 B28 直也さんの投稿かな。中年の時さんも明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますので。今回デジタルカメラの撮影になりますが、久々に作品参加とこ。タイトルは朝の光とブレッドボード。カメラがペンタックス K5。レンズが SMC ペンタックス 55mmF1.8。ということですね。窓から入った細い光がスポットライトのようにブレッドボードで改良中のシャッター速度測定器の回路を照らしていていい空気感だったので、この雰囲気ならと思い 55mm のレンズで撮りましたということなんですけどもね。で、作品はこんな感じなんですけどもね。メカメカしいものをね、デジタルで撮るっていうのはね、非常に美味しいんですが、僕だったらトリミングしますね。この作品をトリミングしたら、こうなりますが、どうでしょうね。まあ、これ、好みの差もあるんでしょうけど、僕自身がね、結構ね、被写体をでかく撮るんですね。どっちかって言ったら、はみ出すぐらい。だいたい僕のね、作例を見ていただければわかると思うんですけど、丸々1個撮ってなくてね、一部分だけね、クローズアップしてる写真が多いと思うんですけど、これは僕の好みなんで、なんとも言えないところではありますが、僕はちょっとクローズアップした方がいいかなと思ってちょっと紹介してみました。はい、佐賀 B28 のあやさんありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまで。俺のカメラのコーナーはお休みで、やったやっちまったのコーナーになります。はい、やったやっちまったコーナー、今回はガメラさんのやっちまったになりますね。おたきさんこんばんは。やっちまったのコーナーに投稿します。先日紹介いただいたコニカオートレフレックス T3 ですが、見事元に戻りましたが、実は見た目だけですということですね。シャッター枠に無理がかかっていたのか、反りが出ていて復活ならず、外観が綺麗な時に残念。結果やっちまったになりましたってことです。前回ね、分解してから1週間そのまま置いて、組み立てできるかどうか不安という、投稿いただいたんですけど、結局ダメだったんですね。残念ですね。コニカね、コニカの一眼レフカメラ、もうちょっと、ね、流通が減ってきて、もともとそんなにたくさん売れてない上にもう古いですから、流通が減ってきてるんですけども、復活ならずということで残念ですね。まあ、部品取り機かなんかがね、出てくればもしかしたら復活するかもしれませんので、まあ、まだ諦めずに、ジャンク屋さんを漁って、外観ボロボロで中身シャキーンみたいなやつを見つけてね、移植するっていう手もありかと思います。はい、今日の動画はこんな感じになってまいりますが、いかがだったでしょうか。まあ、フィルムでね、取り比べをしていくということを、まあ、カラーネガでやっていきましたけど、まあ、一応、傾向ぐらいはわかるかなって感じの、
内容にはなってきましたね。まあ、前回の動画でもね、まあ、その、ある程度触れましたけど、で、リバーサルで撮るのはちょっと予算不足なんで、やっぱりちょっとマウントアダプター、ニコンのマウントアダプターとか、K マウントのアダプターとか買わなきゃいけないかなと思います。なんかね、ミラーレスにそこまで本腰に入ってないし、その、APS-C のボディしか持ってないんで、どうもね、あの、本気になれない、なれないんですよね。で、結局 α7 とかね、そのフルサイズミラーレスは購入に至ってません。お金が足りないんでね。微妙ではあるんですけどね。はい、今日の動画はこんな感じになっています。今日もね、ここから先ちょっと打足つけようかな。コロナの感染がね、恐ろしいことになっております。ものすごい広がっております。まあ、コロナが感染して危ないかどうかとか、まあ、その、いろんなことはもう諸説あるんですけども、とりあえず主流はやっぱり感染しないっていうことで。で、僕がどのような感じで気をつけているか。GoTo トラベルでね、感染が広まったとかそういう話もあります。ただね、移動にそんなにリスクはないと僕は考えています。GoTo トラベルの時もね、あんまりバスとか電車で移動した人はいなくて、どちらかといえば乗用車で移動していたんでね、移動自体にそんなにリスクはないと思うんですね。だって移動するだけで感染するんだったら、僕とっくに感染してますよね。だって長距離ドライバーで月1万5000キロぐらい動いてるわけなんですよ。でも感染してないですからね。で、うちの会社の人間も一人も感染してないんですよ。で、うちの会社のね、ドライバーで、まあ、徹底していることは何かって言ったらね、レストランに近寄らない。レストランでご飯を食べないっていうことですね。レストランでご飯を食べるときっていうのはね、全員マスクを外しますから、完全にね、もうばらまく方も感染する方もノーガードなんですよね。というわけでね、あんまりそのレストランとかね、飲食店を経営されてる方はちょっと聞こえは悪く聞こえるんで、ちょっと一番最後に回したんですけど、そこを気をつければ、ある程度リスクは下げることができると思います。まあ、完全じゃないですよね。感染力がなんせ強いらしいんで。で、この感染者が増えるとね、致死率が上がっていくっていうのはもう周知の事実でありまして、なぜかというと病院がパンクするからなんですね。病院がパンクしてからはね、そのまともな医療が受けれずに、待機中にね、その病院に入れないうちに死んでいく人とかがどんどん出てくるんで、ここから先は本気で感染できないとということで、まあね、ぜひね、あの皆様、不要不急の外出はお控えになるようにということで、外出するにしてもね、その人が多いとことか、まあ、飲食店ですね、まあ、喫茶店も含むマスクをね、みんな外しますから、その辺、あの、マスクはね、防御する力はあんまりないらしいんですけども、その、感染者が拡散するのを防止する力はかなり強いらしいんで、やはりマスクは有効ということで、誰か、みんながマスクを外す場所に行くのは非常に危険だと思いますので、僕の視聴者さんはね、ぜひともね、その、感染してね、亡くなるような人を出したくないんでね、あの、お気をつけくだされば嬉しく思います。はい、今日の動画はこんな感じです。高評価、コメントの方ね、コメントの方全く追いついておりませんが、ね、コメント返しするより動画を作る方が優先かなと、緊急事態にもなりましたしね、というか感じで今作っていっております。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、ね、どんどん押していただければと思います。で、チャンネル登録の方ね、ずんずん増えていっております。まあ、絶好調と言っても過言ではないと思いますが、まだまだ増やしたいと思っておりますので、チャンネル登録よろしければお願いします。で、ゲリラライブも多くなっておりますのでね、通知をオンでお待ちください。はい、今日の動画はこんな感じ。また次の動画でお会いしましょう。それではごきげんよう、さよなら。